はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、今日ですね、サガン鳥栖っていうサッカーのチームがガンバ大阪に勝ちました。はい、まあ、鳥栖自体は僕は応援はしてないんですけども、浦和レッズがですね、鳥栖で試合をするときにやっぱ一番近いので、ぜひ J1 には残ってほしいなっていうのがあって、密かに応援というか支持はしてました。はい、まあ、降格の危機はまだ免れてはないんですけど、まあ、なんとか一勝ですね、久々できたみたいなのでよかったなと思っております。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日もですね、膝に水が溜まった時の対処法についてお話をしてます。で、じゃあその膝に水が溜まってしまう場合、膝に注射をして水を抜けばそれでいいのかっていうと、そうじゃないです。じゃあなぜなのかっていうと、股関節だったり足首とかですね、胸郭の問題で膝に負担がかかりすぎてしまって水が溜まってきてしまっているので、注射をしたからといってその姿勢とか変わらないですよね。体の使い方も変わらないと思います。なので、膝に水が溜まらないってことを根本的に治療をしていくためには、膝以外をしっかり治療していただく必要っていうのがあります。なので昨日はですね、後脛骨筋って言われる足首の筋肉を使って膝に水が溜まらないような方法をお伝えしたんですけど、今日はですね、その後脛骨筋と一緒に働いてくれてる腓骨筋って言われる筋肉のストレッチ方法っていうのをお伝えできればと思います。はい、で、腓骨筋っていうのがじゃあどこにあるのかっていうとですね、こちらですね、はい、このふくらはぎの外側の筋肉です。ここにポコッとした骨が皆さんあると思うんですけど、ここからですね、ギャーッと走って足の裏の方に行くような筋肉ですね。まあ、日頃足首をこういうふうに下に蹴ってくれるような筋肉です。で、この筋肉がですね、じゃあなんで膝に水が溜まる症状に効くのかっていうと、この筋肉っていうのが使えなくなってくるとですね、歩いた時にこっち外側ですね、外側に体重が流れてしまうっていう、まあ、法則があるわけなんですよ。もう一回大事なので言います。この筋肉が上手に働けなくなってくると、足首がこっちですね、グリってこっちの方に持っていかれちゃうので、どうしても歩いた時にこういう風になっちゃったら、この膝のここに負担がかかりますよね。はい、なのでこっちに行かないようにしっかりですね、後脛骨筋と一緒にまっすぐ歩けるようにですね、ここをケアしていくことが大事なので、今からお伝えするストレッチ方法というのをやっていただければと思います。はい、で、やり方なんですけど、まずですね、腓骨筋のマッサージからやっていきます。腓骨筋のマッサージですね、まあ、あなたが右側が痛いのであれば右側をやってあげてください。はい、じゃあやっていくんですけど、まあ、こういう台があると好ましいかなと思うんですが、はい、もう一回腓骨筋の場所をお伝えするんですけど、ここですね、ここにポコッとした骨があります。ちょっと近づけますね。よいしょ、見えるかな。はい、ふくらはぎ、ごめんなさいね、ふくらはぎの横側、ここにポコッとした骨があるので、ここからですね、指2本ぐらい下のこのコリッとした筋肉があります。こういうふうに走ってますので、こういうふうに動かしてあげるとコリコリッとしたものがあります。これが腓骨筋です。これをですね、よいしょ、ごめんなさい、これを自分のここですね、自分の手のひらのこの辺を、さっきのこのコリコリするところに、ちょっと場所変えますね、ごめんなさい、グッと真下にグッと大圧をかけながら、横ですね、こういう感じ、こういう感じでマッサージをしてあげてください。グリグリグリと。はい、硬いとね、ここはちょっと気持ちいい感じがすると思いますので、グリグリグリと30秒ほど深呼吸をしながらやってあげてください。はい、もう一回言いますね。このポコッとしたところの指2本から3本、このコリコリしているところを、ここでグッと圧迫をかけてマッサージですね。マッサージ、こういう風にマッサージをしていきます。はい、で、それが終わったらですね、次はストレッチをかけていきます。ストレッチですね、ちょっとまた場所変えます、ごめんなさい。よいしょ、はい、ストレッチなんですけど、これもですね、まずこっち側ですね、小指側を床の方にこういう風につけてあげてください。前から見るとこういう感じですね。はい、
で、この状態でぐーっとですね、体重をこっち側ぐーってかけてあげるとストレッチがかかります。こうあったらこっち側に体重をぐーっとかける。そうするとですね、ここが伸びる感じがありますので、その状態で30秒深呼吸をかけていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10という感じですね。という感じで30秒ほどしてあげると、超腓骨筋だったりとか短腓骨筋と言われる腓骨筋っていうのが上手に働けるので、まあ、歩いた時にですね、側部の安定性っていうのが生まれて膝に負担がかかりにくいっていう風になりますので、ぜひですね、特に捻挫とか足首のアキレス腱の断裂とかしたことある方とかは、一度やってみてはいかがでしょうか。はい、なので今日の話をまとめていくと、まあ、さっきも言ったようにね、膝っていうのはこう曲げる伸ばすしかできないのに、足首が悪くなったりするとねじれが出てきてしまうので、これによって水が溜まってきます。なので今のをやってあげて、このこういう動きですねだけにしてあげることによって水が溜まらないようになっていきますので、ぜひ一度やってみてください。そしたら今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントアイデアをお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私のカーマークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。